今年は FA 権をゲットできるからな。まだ未定だが就活に向けていい結果を残しておかねえとな。ブラック、FA のことは今は忘れておく。絶対今年は優勝するぞ。スタメン来たー。ふん、俺との特訓の成果だな。だがこれがスタートラインだからな。絶対いい成績残すぞー。いよいよプロ野球ペナントレスの先発の開幕です。これで何も心配することなく FA できる環境になったな。ベイスターズの先発は右のブラック、対するタイガースの先発は左の伊藤。この両投手の投げ合いです。熱き戦いが幕を開けます。開幕戦勝ったでー。うおー、立ち台だー。マジかよ。どうも、大変お待たせしたけど、ここから活躍するからな。バリバリ活躍してブラックとバッテリーを絶対組むぜ。おい、俺は FA。ゴールデンバッテリー誕生を楽しみに待っていてくれよなー。奥井の野郎勝手なことを言いやがって。いやー、ブラックなんだかんだ言って残留してくれるのね。あれは奥井が勝手に。俺はやることねえから今年も奥井に付き合ってやる。リベンジゲットだぜ。もしもし。俺とバッテリーの組むならもっとリードを勉強しろ。あいあいさ。ブラック、リードの勉強しっかりできてるぜ。その調子だ。ブラック、俺もうすぐキャッチャー A まで行くぜ。最後まで気を抜くなよ。うおー、ついにキャッチャー A になったぜー。あとは二神の起用次第だな。ゴールデンバッテリー誕生やー。今シーズン終了。今年は独走優勝やでー。俺がレギュラーになったからだな。調子に乗るな。はい。さあ、去年はダメだったけど今年は絶対日本一になるぞ。タイトルはどうかな。首位打者いけたか。盗塁王もすげえ。今年は張り切ったからな。8万。金の盾まであと半分だ。日本シリーズの相手はロッテか。佐々木朗希と投げ合いか。ブラック頼んだぜ。千葉ロッテマリーンズ対横浜 DeNA ベイスターズ、日本シリーズ第1戦の模様をお送りいたします。マリーンズの先発は右の佐々木、対するベイスターズの先発は右のブラック。以上の両先発。ギリギリ勝ったでー。第一戦を見事制しました。さて本日の日、これでタイか。あー、俺ベンチー。引き分けー。スタメン来たー。これで勝ち越し。俺も今日は活躍したぜ。お立ち台は俺だがな。ピュン。これで王手だぜ。振りで決めるぞ。ダメだったか。クソが。ブラックで決めれなかった。
本一だ。見事天下を取りました。歓喜の瞬間です。バンザイ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 。今年はしっかりリベンジできたな。俺様がレギュラーになったからやろな。これからも二人ともよろしく頼むぜ。そして今日ついに日本一までたどり着きました。最高の瞬間を迎えています。見事日本一となった日本一やでー。連覇へ向けて選手たちのさらなる活躍を期待しましょう。3年ぶりのインターカットなんでー。やったでー。さあみんな今日ははっちゃけるのよ。うおー、今日久々のビールかけだぜー。確かにそうだな。おい、まだ心の準備が。うわー、桑原さんすげー。おい、だからまだ。あー、うおー、もう我慢できねー。俺はずっと貯めてきたんだ。ドキドキー。大量だな。コーチは無視だ。うおー、まだまだ俺は元気だぜー。ドキュー。この後二人は同じ部屋に入っていったらしい。おい、変な噂流すなー。さて、速攻破壊。はやー、メガ、メガー。ザコが、奥井も久々のビールかけではしゃいでいたな。これで俺はもう思い残すことはねえな。反省点は何もねえぞ。これで今年は残留したら年俸大幅アップ間違いなしだな。なんでパリーグばっかなんだよ。ふん、俺が欲しい球団は大金準備しておけよ。村上か。そういえば吉信と一緒でお前ら楽天だったな。俺が楽天に行ったらすげえチームになりそうだぜ。5月はかなり調子が良かったな。防御率おかしなことやっとる。打つ方は7月か。打つ方もしっかり成績残したな。20勝にはあと1勝届かなかったか。それでも貯金18はさすがだぜ。打率はかなり復調したな。ホームランも40本。だが1番だと打点が稼げねえな。盗塁はキャリアハイか。チャンスは下がり傾向だけどピンチは安定してるよな。日本シリーズが全然だったな。牧目、うちを出ていった牧さんには打たれたな。今年も得点圏打率は低かったか。日本シリーズは打つ方では活躍したな。顔も見たくない野郎どもだ。カープ勢多いな。うおー、3割乗ったぜー。まあまあの活躍だな。キャッチャーでは起用されなかったけど、あくまでも目標は正捕手だぜー。
成井もまだまだ活躍してるからな。負けずに頑張れ。先発陣はもっと頑張れよ。ブラックと鳥羽さんの次がいないのか。リリーフ陣はよくやってる方だな。さあブラック残ってくれるんだよね。日本一になって奥井も育ったからもう俺は必要ないだろう。いや奥井とのバッテリーも見たいし。ふんならばもう一年考えてやろう。よっしゃー。こうしてなんだかんだ俺は来シーズン横浜でプレイすることに。やあやあブラックくん、まずは残留してくれてありがとう。ふん、来年は FA するかもしれねえけどな。だがしっかりと払うものは払ってもらうぞ。来年の年俸は、ズバリ、10億円だ。全然低いな。俺の希望は最低12億だ。ま、マジか。当然交渉するぞ。来たまえ。優勝と日本一は俺のおかげだろ。お前が見に来た試合は全勝だ。私が勝利の女神なんだよ。6年連続3割、2年連続30本塁打、5年連続30盗塁、5年連続15勝、5年連続投手4冠。な、7000万アップだ。ちぃ、それでもそれっぽっちかよ。何もねえぞ。それじゃ練習設備はどうだい？もっと打てるようパワーの設備を強化しておけ。わかったよ。それじゃあ次はミッションについてだ。一つ目は、9回のエースだ。勝ち星はギリギリかもな。二つ目は、名投手への階段だ。通算か、これなら余裕だな。最後は、無駄な走者は厳禁だ。まあこの中なら確実に達成できる2番目のやつだな。うむ、来シーズンもしっかり貢献してくれたまえ。年俸もっと上げねえと FA するからな。みんな集まれ。はい。うほん、ファン感謝デーをやります。今年頑張ったし俺のファンも増えたはずだぜ。今年はちゃんと日本一になってやったぞ。新人か。今年もキャッチャーを1位指名か。かなり取ったな。ま、まあ俺はもう首とは関係ないから、多分。さあみんな息抜きして来シーズンも頼むぜ。いやーブラックのおかげでこんなに活躍できたぜ。ほんとサンキューな。ふん、もっと精進するんだな。ふ、あ、おかげさまで今年は日本一になれましたですます。どうぞこれをもらっておいてやる。ビエイラとかフランスはまだいたんだな。うちの助っ人も2人帰ったか。桑原も引退か。桑原さんの穴は俺が埋めるぜ。もうこれに怯える心配はいらないぜ。結局生き残れたな。神里さん、同期じゃない方の佐々木か。おい、佐々木朗希さんは巨人か。高橋は日ハムに行ったな。岡林もかよ。ちょま、楽天の次は日ハムが大補強しだしたな。
桑原の分まで頑張れよ。了解。さて、今年もしごいてやるか。当然奥井だ。待ってました。今年もやるぞ。お次は村上だな。お前も誘ってやる。奥井に打撃を教えろ。最後は吉田だな。奥井にバッティングを教えてやれ。これでよかろう。また連覇を続けていくぞ。うお、すげえバッターを呼んだな。しっかりしごいてもらうんだな。あーん、これで打撃もさらに良くなることだろう。新人の挨拶から。はい、じゃあ連覇に向けてしっかり取り組むように。バリバリ一軍キャンプで鍛えるぜ。あん、今年のルーキーはどうだ。おまさか元カープの黒田か。赤一じゃなくて青一の黒田か。他は知らんな。パワーが B まで乗ればもっとホームラン増えそうだぜ。そのミートでよく3割打ったな。徳の王様様だぜ。こいつがドライチか。俺は聖捕手諦めてねえからな。こいつはまあまあだな。三球種で徳の王もいいな。まあ高卒ならこんなもんだな。しっかり頑張れよ。似たような感じだな。歳はこいつの方が上だな。こいつもまあまあか。高卒なら悪くないかな。こいつも高卒ならそこそこ。4玉持ち多いな。社会人か。総力と肩はいいな。こいつらには俺は負けないぜ。キヌガサか。基礎能力はかなり平均的だな。奥井。俺じゃねえよ。奥井。今度は顔かよ。こいつ強いな。ミート以外いいし徳能も悪くないぜ。やっぱりあの黒田だったか。天聖選手もペナントみたいに最高3人なのかな。工藤か。他球団は続々天聖選手増えてきたな。うちのスカウトは何やってんだよ。破壊。あん、新人か。まあせいぜい頑張るんだな。連携練習でイブシ銀だ。イブシ銀ゲットだぜー。ブラック、バレンタインチョコだぜー。何個だ。300個だぞ。去年より減ってるじゃねえか。まあ多くても食べられないからね。キューチゲットだぜー。さあ今年も頑張るぞー。俺の特訓で奥井がようやくレギュラーになったな。キャッチャー A もついたし、これで正捕手になればいいんだけどな。続く。